皆さんこんばんは。はい、本日司会進行の桜井美里です。はい、ということでね、今日は前説をやらせていただくんですけど、まあなんか握手会とか夏とかいっぱいあるじゃないですか。それでやっぱミッピーと何で話そうかなって思う方が多分大勢だと思うのね。やっぱ世界中にはファンの方がいるっていうことで、やっぱねだからなので今回ミッピーがミッピーとあの話すとき何話せばうるさいミッピーと話すとき何を話せばいいのかなっていうコツを教えます。はい、ではミッピーが喜びそうな言葉どうぞ。ミッピー世界一かわいい。ミッピー前髪シャキシャキだね。この間学校の先生がミッピーの話してたよ。全部が可愛い。おでこ光ってるね。それはまあ、まあ正解はミッピー押してます。正解あるの？正解が正解。クイズなんて聞いてないの。もう一回でもう一回正解ない。ミッピー押してますっていうね言葉をもらうとミッピー喜びますので、今度は口から言ってみてください。それ以外だと喜んでくれないの？はい、可愛いって言えば、そう、可愛いはいいね。はい、ということでね、心がウキウキしてきたところで、もう見ましょう。サクラビーズの愉快でフグなサーレマン。はい、yeah. 皆さんこんばんは、サクラビーズです。よろしくお願いします。お願いします。本日は第65回サクラビーズの愉快でフグなショールームをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう500人見てくれてる。早いね。早いな。ありがとう。じゃあ早い。サクラビーズとはかっこいいアイドルを目指すために、まあ日々筋トレとかね、ストレッチとかね日々筋トレしてますね。そう体幹とかね、体幹を頑張っております。体幹グループですから。はい、まあね、次自己紹介いくんですけどまあねってちょっと緊張してるでしょ。あの自己紹介は、まあ今回見ての通り私服なんですよ。なので私服をね、ちょっとなんか入れたような自己紹介を入れたような。はい、じゃあ水原からどうぞ。はい、社会人1年生の水原です。社会人何から言ってるっけ。社会人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 水原こと水原です。はい、水原こと水原です。お願いします。イエーイ。私服を入れてください。私服を入れましょう。どんなストレート系、ストレート系で GARA ザラで買ったズボン。ザラザラ古着屋さんで買った T シャツを着ました。あ、おしゃれだって。おすすめの部分ありません。おしゃれだって。おしゃれ、ありがとうございます。多分昔の私服ショールームとか見てた方はね、多分すごい水原変わったなって思ってくれる思うので叩かないようにね。そうだね。はい、じゃあ次リズ。はい、リズこと村星リズです。はい、私服は、うん、あの濃いピンクのスカートで、その前が短くて後ろが長い紫っぽいピンクに見えるんだってば。はい、そこここだわりね、濃いピンクだ。そうで、レースというところです。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ次、もあちゃん。はい、あの私のもあことセリザーマーです。私のおすすめはこのイヤリングを、が両方違うから可愛い本当だわところです。お願いします。次はやめ。こっち行きます。はい、あ、名前に来ちゃった。はい、メンチコの川瀬M です。今日のポイントは、昨日買ったワンピースと、あと1年ぶりに履いたどこかで買ったサンダル。 おかえり。そして、マーマレードボーイのマーマレードボーイのマニキュアです。おー、よろしくお願いします。黄色で合わせてるじゃん、ネイルと。そうなんですよ、好きなカラーを合わせました。はい、以上です。じゃあ次、ソラ。はい、あ、ソラこと、赤根ソラです。はい、はい、はい、なんだろう、何もないんだけど、なんか今日は全部あのジーンズ、感じでジーンズ感で合わせたっていうのと、うん、そう、このなんか茶色と茶色と茶色みたいな茶色は肌茶色だから、茶色は肌茶色だから。そう、人間だもんね。そうだね、人間だもん。このネックレスも茶色だよっていう、地味にね、茶色だよっていう。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。あ、ネイル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 
ぼかし気味でじゃあぼかし気味で遠目で可愛い足も一応やってる足も、うん、どう見にくいですけど見えない後でブログとかに載せてやる、はい、足だけ伸びてくださいお願いしますはい、はい、みっぴこと桜井美里です。どっちのカメラだ。はい、私はですねあのこれ1ヶ月前ぐらいに買っててなんかいつ着ようか迷ってたんで、うん、今来ました。キャバ嬢ですか。キャバ嬢ではない。キャバ嬢ではないけど、ね、パーティー風な感じで、ね、そうパーティーしに来たんだ。だから今回私服でよかったなって思ったよかったね。チャンスです。チャンスでした。はい、ちょっとセクシー目指してます。イエーイ、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずねこの番組の説明をしますと、この番組は、まあ、トークとかそういう、ね、企画を通じてユーザーのみんなと愉快でフルな気分になることを目指しておるんですよ。おるんですよ、はい、目指しておるのよ、まあ、それでねユーザーさんの、ね、ランキングトップ5を確認しましょう。急にでかい急にでかい。第びっくりした。5位、ビックしてんだけど、エビナゴさん。アイコンされるのになんかホームがみたいな感じで、アイコンとでもアバターの両方に作ったか。第4位ナミさん、ありがとうございます。なんかかっこいいけど。第3位コンさん、ありがとうございます。かわいい。第2位、君になって恋したいさん。私に恋したいさん、ありがとうございます。第1位ゴジロー、あと小次郎さん、小次郎です。小次郎、あと二手押しさん、ありがとうございます。小次郎ってなんか時間しかしちゃってるみたい。はい、また画面下のねツイッターマークをクリックして、この番組を宣伝をツイートしてもらうと、番組中1回だけ無料の星アイテムがゲットをもらえるので、皆さんぜひやってください、ね、お願いします。ついてる方は見れる限り、ルークさん、イネイネさん、バックスケさん、白猫さん、シーさん、黒猫さん、はなちゃんさん、あおちゃん、そうで、こうやってあのツイッターマーク出てる方はこっちにも分かるんですよ。たきちゃんね、はい、なので皆さんぜひのすーさん、ひでさん、あれしてください。お願いします。連携してください。しょうやさん、拡散タイムいきますか。はい、はい、じゃあこの番組、あの一人の多くの人でも、一人でも多くの人に見てもらうためにも、うん、なんか今から桜井ビーズのツイッターで告知をツイートするので、それをみんな、はい、このリツイートマークを押してもらいたいんですよ。なのでね、そのツイート用の写真を撮りましょう。撮りたいと思います。どうする、どうします。じゃあさっき考えたやつ、あの今日私服だから、うん、僕らはその自分の服の、まあ、おすすめポイントだったりとか紹介するの、うん、皆さんはコメントでおしゃれ魔女って言われてください。そこまでいいですね。そこまで入れたいけど、僕はね本当はおしゃれ魔女ラブ&ベリーまで入れてほしいんだけど、そうね、そうね、あ、まあ、それはちょっと難しい。いいのかなってとこもあるからね、入れたいなって思いました。ラブ&ベリーはしまラブベリーって来てるよ、分かる。え、本当にカード持ってるよね、みんな。私ゲームやってた、わかります。そうそう、 DS でこういうやつはラブ&ベリーになれるよ今から。夢でしょ。あ、ラブ&ベリー、ベリーがいい、ベリーがいい。ベリーはよ、かわいいよね。オッケーオッケー、ベリーになっちゃう。皆さんもオッケー。タンタタタンタタタンやるぞ。バイトでーすよね。まあ、分かんない人もいるんで、妄想が過ぎます。そう、面白い。はい、じゃあ行きましょう。5秒後ぐらいに行こう、はい、じゃあ5、4、3、2、1。シルブル終わるチャイム、ストリートモード。あ、分かんない人いたね、ごめんね、ごめんなさい。どうって書いてください。あ、来た、コメント来た、やべった、身内ネタですいません。どう？どう？おしゃれ番長が来た。じゃあ5、4、3、2、1、ピー。ピー。ありがとう。ありがとう。じゃあこれでみんなリツイートぜひいっぱい来てください。すごい嬉しい。本当だ。ラブベリーあんまついてませんね。ね、ね、ないね。ありがとう。ではコーナー行こっかな。はい、はい、じゃあまず初めのコーナーはこちら、ゆかにふうな最近の出来事。暑くない、暑くない、暑い、今日暑いね、みんな油が暑いのね、どうして油が分泌だ。そうそうそう。はい、じゃあね、このコーナーはゆかにふうな最近の出来事をね自由に話していきます。はい、最近何やった。まずこれよ、
大本大本ダメ。一番大きいことは。まずこれよ。まずやっぱなえどっち。これこれこれ。赤字のやつ。赤字のやつ。まず桜井ビーズとしては、うん、なんと8月1日で最終年を。三もう一回もう一回緊張してんの。こっちでいこうこっちでいこう、はい。3周年を迎えました。4周年目ということ で、はい、早いね、早いね、早いね。え、まーちゃんどんな心境？私、そうよね、だって突然だもんね。そうよね、あの、うん、もっと、うん、ホールとかでもライブができるようにもっと頑張りたいなと思います。そうですね、4年目ですしね。うん、早いね。いや本当に早い。おめでとうっていっぱい来てる。おめでとう、うちらおめでとう、皆さんもおめでとう。俺の社会人歴と一緒や。本当だ。あ、まあね、4周年目の話をしてたら1000人見てくれています。ありがとうございます。嬉しい。まあね、3周年経った気がしないからさ。早い、だって3年も過ごしてる気がしないもん、うんうん、あっという間。中学とか卒業できるあれですか、ね、中1でやってから始めてもう高1ですもんね。私小6ですもん、からもう中3ですもんね。中3でも受験生ですよ。早いですね、本当早いね。まあね、これからもね、まあね、桜井ビーズらしくね、活動できたらなって思います、はい、よろしくお願いします、これからも。見てる方は中にはね、まだそのファンになって、うん、まだ日数少ない方も、ね、うん、いろいろコメントがまだ1ヶ月ぐらい書いたね。日数じゃないよ、気持ちですからね、皆さん。やっぱ気持ちが大事、気持ちが大事だから、うん、あ、そうですね、まあ、いろいろこれからなんか多分桜井美の知らないこととかもね、いっぱい知れるかなと思う。闇闇に、そういう意味じゃなくて、俺のファン歴も気づいてるよってことだ。俺のファン歴も3周年にやって、おすごい、おありがとうございます、皆さん本当に。これからもぜひお願いします。お願いします、お願いします。はい、そして、はい、7月28でしたっけ、はい、8日に夏フェスという、夏フェス、スターダストプラネット の、ね、あの大きなイベントがありましてね、はい、ありました、メットライフドームで何やってるこちらは、はい、それも来てくれた皆さん、ありがとうございます、ね、ニコ生もありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。楽しかったんごで、本当にね、本当、そうそうそう、え、なんかももクロさんを含め、なんかそのスターダストのグループで関わることって本当にないから大勢の方とね、そう、レアだった。桜井美としてもそのオープニングアクトで時間をもらえたし、うん、そうそうそう、そしたら途中のあのトリビュート選手権でももらえて、うん、そうで、あとユニットも出たメンバーもいて、はい、で最後のメドレーの中にも私のマンス入れてもらって、嬉しかった、マジで、ね、私のマンス自分たちの曲を入れてもらって、ね、結構ね、夏エスで来ましたって多いよ。あ、夏エスさん来ましたとか、そうだってね、ちょっと身近に感じるのは、うん、そのまあ桜井美公式もそうだし、あとそうなの、メンバーそれぞれのインスタグラムのフォロワーさんが増えた。そうなんです、やったー、そうなの、本当にありがとうございます、ありがとうございます。まあ、桜井美公式なんで、あと30人ほどでもう1000人なので、あと30人皆さんよろしくお願いします。僕400人ぐらい増えて、そんな、うん、すごいね、私も100人、そうだよ、めちゃめちゃすごいね、皆さんの力だ、あれですよね、そのももクロトリビュート選手権っていうもので やったんですけど、はい、私たちは D の純情をももクロさんの曲をカバーさせていただいたんですけど、はい、どうでしたか？いや、どうだった？よかった、めっちゃよかった、いや本当によかった、あれは。アーリン賞おめでとうって、もうそうなんですよ、アーリン賞をいただきました。ほんと、え、呼ばれると思わなかった、名前ないよ。そしたら、ね、最初に呼ばれて、それはそう、手振っちゃったよ、もう思わずびっくりしちゃったもん。いや嬉しいね、プロデみたいだって。やりましょう、やろうね、せっかくあそこまでギュッとした私は、ねえ、まあね、そしてあとね、うん、まあ、さっきも言ったようにメドレーもね、うん、そう、2日前、夏休み3日2日前ぐらいから合同の全員のレッスンが始まって、そう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 、そこでもう振りと立ち位置と移動ともう全てもう頭にもう詰め込まれて、でもなんとかね、本番はね、うん、楽しく終わりましたけども、ね、かった、うん、でも練習大変だった大変だったね、本当にどうしようって思ってたもん、めっちゃ一番緊張したかもしれない、私が失敗をね、無理だから。あと、そしてですね、桜井さんとはアーリーさんのダンスのマイユニットに、うん、まあ選抜させていただきましたポイズン、ポイズン、びっくりしちゃったの、毒薬ですね、あのブログに書いたんですけど、
そのなんかマネージャーさんから選ばれたよってメールが来た時、うん、そのももクロさんの番組のももクロちゃんという番組をちょうど見てて、でその日のアーリーさんのソロコンの映像がやってたんですよ。なるほど。それを朝見てたら、うん、その来た、そう来て、うん、えってすごいな、そう運命だね、それは運命、ね、運命運命、ありがたいです、ありがたいです、ありがとうございました。よかったです、ミンピかっこよかったよ、嬉しい、小泉里ってきてるよ、小泉里まあ頑張ってね、ダンス覚えたね、頑張った、ね、本当頑張った、ね、めっちゃ短かったね、ゴリラパンチもやってたねって、あ、そうそう、ゴリラパンチもあいいなぁ、ゴリラパンチ、あれはユニットに出た2人は、そうですね、どちらもどちらもどちらもミンズに選抜させていただいて、そんなに、いや、なんかね、いやでもいざなるとそんなに僕耳に特徴が今更ながらね、イヤリングしてるんですけどそんないないの、ごめん、赤っかでごめんなんで赤いの、そんなそんなないんですけど、こうほのかちゃんに選んでいただいて、で歌も、あと衣装だよ皆さん、衣装そうね、そうね、びっくりした、びっくりしたんじゃないかなって思いますね、そう、なんかあんなに可愛いふわふわ水葉はもうね、後にも先にもないけど、ありがとうございます、そう、なんかほのかちゃんが天使をイメージしていろいろ作ってプロデュースしてくれて、そうなんだ、そうなんですよ、だからね僕めっちゃ緊張した、うん、あの時やばかった、リハも見てましたけどさ、もうそうそうなるメンバーでしたし、ね、衣装めっちゃ可愛いって着てる、そうだね、可愛いがだってあの始まる前さ、うん、あの裏でさもうなんか写真会だったよね、うん、ね、ミミーズのなんか写真会が始まってて天使と写真撮れる、まだ始まんないのにみん なんかずっとなんか写真撮ってるからイメージ変わったとかあ、そう、あんなとこもあるんですよって、ぜひね、フリフリでしたね、いろんな水葉見つけてほしいなって思ったし、だからいい、ね、そう、なんか僕もすごい貴重な体験ができましたね、うん、アイドルをなんか経験できた違う、今やってるだろ、衣装としてね、衣装としてね、そうね、うん、そして付き合ってたって、はい、カワシです、石形ちょっと聞いてください、ぜひ、ミミズも、はい、すごいアップされてしまったはい、そう、カワシあやみはですね、歌はマノスケとして、スリービージュニア、国本ゆずきちゃん、そしていきなり東北さんの伊達かやちゃん、そして桜井ミズのカワシあやみ3人でやらせていただいたんですけど、はい、あのまず衣装が、うん、いつもと違うズボンだし、うん、赤のチェックでなんか長ズボンの衣装を着たことがなかったので、うん、まずそこにびっくりして、うん、でしかもなんかふわふわで可愛かったし、うん、歌もめちゃめちゃ緊張したんですよ、あれ、ああ見えても、え、めっちゃかっこよかった、いや本当に表情が、表情も良かった、本当にそう、なんかさ、にやけた部分あったでしょ、あそこめっちゃ好きだった、わかんないよ、わかるわかる、モニター、そうそうそう、そうどこだよ、ゾクッとしちゃった、僕も、なんか誰か忘れたけど、スリビーの子かな、うん、が一緒に見てて、したら誰か忘れた、メッチめっちゃかっこいいって、マジで嬉しい、嬉しい、そう、踊りがね、そう、あのな特徴的な振り付けで、なんかテーマとしてはここがなんかもうちょっとかっこよければ締まるのに、でもここがおちゃらけてるから逆に印象に残るよねみたいな振りにしたかったらしく、先生が、うん、はいはいはい、もうすごい、もうふざけるところはもう完全にふざけるっていう振りで、すごい皆さんにインパクトを与えられたユニットじゃなかったかなと思います、うん、楽しかったです、かっこいいってめっちゃ聞いて、いやめっちゃかっこよかったよ、ね、そう、曲がまずかっこよかった、あれからすごいね、歌聴いてる、マジでありがとうございます、いい曲、そうなんです、歌詞がめちゃめちゃ良くて、すごいね、またいつかできればね、そうね、やりたいですね、聞きたい、衣装もまた着たいですし、なんか聴きたい、もったいないし、もったいない、ね、うん、ね、じゃあまたね、はい、見れることを願って、祈って、はい、はい、祈って、ありがとうございました、ありがとうございました、本当ありがとうございます、はい、そしてその後にTIFF 東京アドルフェスティバルさんにね、うん、2日間を、はい、2日間私たち8月3日と5日で出演させていただいたんですけど、はい、来てくれた人でもほとんどだよね、でも本当に TIFF はだって僕らを生んだ場所というか、そうですね、2015年の TIFF で僕らができてできたのでね、そこから4回目、はい、毎回初心に帰れる場所ですね、ねえ、楽しかったくり、でも僕らが嬉しかったのは、うん、あのなんかスマイルガーデンでやった時に、前までってか、まあ最初の頃は、うん、もう僕ら側が緊張してたから、そうなの、そう、皆さんのことを広々見る余裕がないみたいな、なかった、なんか今年はちょっと時間も遅かったっていうのもあって、うんうんうん、そのちょっと遠くまで見れる感じな心の余裕もでき、うん、すごいね、あのリンドバーグとかで手振りをねたくさんやってくださった方が多かった、ね、めっちゃ嬉
嬉しかったね。嬉しかった。すごい素敵な景色を見れたな、うん、めっちゃ手振っちゃったもん。後ろの方もね、リンドバーグ一緒やってくれたし、ペンライトをやってくれたり、全部見えてた。スマイルのリンドバーグ良すぎたわ。ありがとうございます。楽しかったね、何よりこっちが。そうですね、あとツルビットさんとコラボさせていただいて、エビツリーズをちょっとやろう、はい、あれ、はい、私たちエビツリーズです。はい、私たちコラボさせていただいたんですけど、両お互いの曲を2曲ずつね、うん、カバーして、どうだった？いや楽しかった。楽しかった、うん、なんか、うんうん、その曲の何雰囲気がお互いに全然違う、うん、全然違うね、うん、感じだったから、そのツリビットさんの方に行ったユニットの3人、はい、そう、うん、僕と空とあやめはあんな曲をなかなかねやる機会なかったし、そう、達郎さんのね曲です。で、多分でその桜エビやった3人もいつもとは違う、違う、そうだね、だからまた新鮮だったでしょう、うんうん、え、新鮮だったね。仲良くなれたよね。そう、そうなの。なんかあの前ツーマンライブとかさせていただいたんですけど、うん、まあ、その時もまあ仲を深められたんですよ、うん、けどなんかなんていうの、もう親友みたいな、あったよね。そう、あったけど、うん、今回通してもうすごい大の仲良しっていうか、うん、なんかいると安心する、うん、そうね、安心感がね持てたから、うん、すごいね楽しかった。見てる方も楽しかったって言ってくれて、嬉しい、よかった。ね、あのね、なんか何、海の海同士っていうの、そうね、海同士っていうの、釣り同士、そうそう、釣りと魚みたいな、釣られる側で、釣られて、ダメです、ダメです、釣る側で、うんうん、ねえ、またね、ぜひエビ釣りやりたいですね。やりたいですね、ぜひ。お、ティフで初めて見て気になってきました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ショールームで、あとあれで、みずはしゃべれるようにね、まあ、なれなかったんですけど、はい、結果的に見てましたよ、本当に。しゃべれる女王決定戦にもあの選んでいただいて、出させていただいて、うんうんうん、でも本当にね、ちょごめん、どうしたらで緊張してね、めっちゃ準備してたの、もう全員のプロフィール調べて、そこだよね、まずどこ出身だとか何が好きだとか全部調べて、あの1対1のトークのコーナーがあったんですけど、誰に当たってもいいように準備してた。最後のスピーチももう台本自分で書いて、で30分測って何回も練習してやってましたね。やったけど、なんかまあね、優勝逃して、優勝した大場はるかさんを見てたら、こんななんかガチで勝負するんじゃなかったって思ったなんかもっとね、なんかそういう感じでいいんだなと思って、ふわっとね、ふわっとね、良くも悪い癖がねちょっと出てしまったなっていうのはちょっと反省点。うちもだって喋れるを、なんかあのみずはめっちゃ喋れんじゃん、うん、なんか他の子すごいね、なんていうの、滑舌が良くて、なんかめっちゃスラスラ目が悪く違う違う違うよりね、より良かったみたいな、ね、めっちゃなんかスラスラ言えるスタッフかなと思ってた。そうだね、面白かった。おふざけコメントで、みんなが練習してる時に誰誰ごま油って言ってるの聞こえてたから、ごま油、大場さんの好きな食べ物はごま油、ごま油ねって、ごま油ね。アイリさんは福岡出身で、ね、もうそこがまだ違うと思う、他の方とね。喋れる王女、ゆりさんはステージリーダー女王、喋れる女王は真面目に惚れましたらって、真面目さね、本当に、そうなのよ。移動の時もね、しっかり練習してて、もうじゃあみんな王でいいかな、みんな王、みんな王だろ、みんな王だろ、みんな王、みんな王、みんな王、何みんな王、どこの王なの、みんな王、みんな王になりました今から、みんな王、来年出てほしいな、みんな、みんな王、みんな王、調べる女王だって調べる、調べる。遊び行くときも僕めっちゃ下調べる。それだよ。そうだよ。だってパンフレット作ってくれたもん。しおりとかね、作ってくれるね。しおり。はい。なんて素敵な人だね。素敵よ。何の話だ今日。怖いんだけど。どうしようか。はい。まあ、適当。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。はい。あともう一つ言うと、ももクロさんのね、その外周のミニコピクニックもう出させていただいて、そうなんです、1番目だったんですよ、オープニングアクトさんが行ってからの本編1番目で、うん、緊張しましたね、うん、あの日しかもね、暑い暑い。でもそのさ、まあ、名前は違うけど、ももクロさんの外周はもう3年
連続でやらせていただいて、そうですね、うん、なんか毎回僕はそこすごい好きなの。わかる。普段はモノノブさんがその桜日のライブ見ることってあまり多分ないと思うんだけど、そういう機会でやっぱいろいろこう見てもらえたり、僕らもモノノブさんに会えたりして、すごいね、嬉しい。ねえ、また優しい方が多くて出させていただけるように頑張ります。お願いします。川上さん、川上さんお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ以上、桜井ビーズの愉快でフグな最近の出来事でした。何で笑ったの？違う、今少年部自体終わらせようとしてる。まだ20分あるから。まだ、あとで次のコーナー行きましょう。はい、続いてのコーナーはこちら、愉快でフグなケーキか。やったー、感じでしょうけど、何説明しますと、まあ、今回夏フェスとか寄付とかね、まあ、フェスとか桜エビーズ、私たち頑張ったんですよ。もう超頑張った。マジで頑張った、はい、それのお疲れ会ということと、あとまたね、まあ、今回の夏、うん、まあ、まだあるけど、まあ、これからに4週目に向けてということで、うん、まあね、暑い中決起集会の意味も込めて、今日はみんなでケーキ集会をやりたいと思います。誰かー、ケーキ集会って聞いたことないよ。そう、ケーキ集会です。まあ、ショールームが始まってね、多分一番甘い企画となっております。それな、ちょっと怖いの。待って、ちょっと待って、イメージと違くない？いや、それも違うんだけど。泣きそう。いや、でも嬉しいね。ありがとうございます。開けていいですか？じゃあ行こう。待って、でもね、正直あれかと思ったんだ。怖い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 。結構大きめので、大きいから割れるってちょっと思っちゃったけど、でもありがたい、ありがたい。爆発するか。いや、いいよ、怖い怖い怖い。ちょっとカメラに見える位置で上で開けようか。あ、こっち？ガチケーキじゃん、だって映ってます、これですか？わさびケーキかな。え、なに？あ、あるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。見える？こっちだ。みんなで開けようってことか。みんなで開けよう。いい企画すぎて笑うだろ。中身？あ、手紙？手紙が入ってる。何手紙って？何に本当？みんな静かにしてよ、ちゃんと。はい、なんかじゃケーキの箱の中に手紙が入ってたんで、じゃあ愛さんが読もうと思います。え、ここで読んでいい？なんだろう、うん。愛の手紙じゃない。何何何？行くよ。夏フェスやティフお疲れ様でした。日頃頑張ってる皆さんに、今日はケーキを2個用意したので、誰が食べるかを19時40分まで使って決めてください。なんでなんでみんな食べちゃうの？話し合いでも力ずくでも構いません。それじゃ、かつかを言うより、はい、食べたいです。待って、待って、待って、でもさ、12時40分まで決めてください。12時じゃないじゃん。早く言ったよ。19時40分まで決めるってこと、食べる時間5分しかないってこと？確かに。泣きそうなんだけど、なんで？食べたい。なんで食べてる？泣きそうなんだけど。何ケーキこれ？チョコとホワイト、ホワイト、ホワイト、ホワイトって何してんの？ショートケーキ。美味しそうだ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、大変じゃん。6人で分けるのダメだって。ありがとうございます。4人は？人数減らせばいいみたいな。ひどい話だ。待って。なんで？見てよ、見てよ。普通。しかもなんか時間割いてなんかさ、パソコンで書いてくれてるよ、これなんか。ね、ありがたいんだけど、なんか、なんなんこの人。え、まあ、こういう時あれじゃない？やっぱ最年少のさ、はい、もうちゃんと。ちょっと待てー、ちょっと待てー。え、ここは受験頑張った高校1年生にあげるべき。え、待って。私も頑張ってるから。私今受験生で。知らねえよ、そんなの。知らねえよ。え、どうする、どうする？え、どうやって決めるかさ、あ、聞いてみよう、聞いてみようよ。え、誰がいいですか？アンケートとか。待って、待ってね。待って、待って。おいしい。何考えてる、何考えてる。誰も取りに来ないから。誰や。待って、待って、まーちゃん、どれ。もう、やだ。いや、あんたん。え、どうぞ。何開けてんだよ。何が分からんわ、マジ。はい、はい、いきますよ。はい、どうすればいい？リズモ、あ、待ってね、あの、初めて見たって方がいるから、じゃ名前を教えましょう。その方にあげる。名前を教える。名前を教えましょう。桜井美里です。はい、どうぞ。桜井美里です。はい、川瀬歩夢です。はい、村星理樹です。はい、ケーキ食べたい水葉です。みおちゃんはそれ。はい、茜空です。なるほど。今の自己紹介だけで唯一ケーキという単語を出した。なんで？うわー、待ってよ。え、そうでしょ、そういうやつでしょ、今。違うよ。何をしてまで食べたいのか。え、みんなどうすればいい？さっきお腹いっぱいって言ってたじゃん。あるものは、あるものは食べようよ、やっぱり。うわ、女同士の争い。そうだよ。ケ
雰囲気があったもんだって。ダンスサンドですで決めましょう。え、ちょっと待って、洋服がちょっとこれだから無理だ私は。トランプ、ケーキに対する愛情ね。え、どうすればいい？ケーキ愛？背が高い。え、早く決めないとさ、時間なくなっちゃう。ごめん、今僕厚底ねえ、なんだ？もう閉めるわ、とりあえず怖いから。え、さ、とりあえずケーキ閉めよう。閉めよう、乾燥してくる。だって、ホコリとか入ったらね。え、なんだろう、衛生的に。衛生的に。じゃあさ、あれじゃないの、やっぱみんな待ち遠しいね。え、あっち向いてほい、あっち向いてほい。え、いや、やろうとしたことなかったよ。いい、え、やる、え、やろうよ。なになになに、カルタでしょ。あんまなんて来てないよ、カルタみたい。こういう時にかけて来てないよ。カルタをやって選ばれた人が食べようよ。ああ、最年少に譲らないと。あ、私ね、幼稚園生になったんだ。あ、昨日から。そうだよ、だから服装で言ったらまーちゃんは全然最年長だからね。おしゃれ的な最年長。そうだよ、確かに確かに。ファイアリングもつけちゃって。早食いで聞いてって何、これ食べていいの。もう力づくで食べようぜ。え、もういい、奪い合いみたいな。本当に。え、でもさ、早く決めよう。なんでこんな記憶にしたの。本当に泣きそうなんだけど。え、頑張ったんだから。でも絶対今日なんかあると思ったよ。ちょっと食べるわけないじゃん。そう、普通にね。あ、雨だくじでこう平和的に。あ、それはいい。そのつまんなくない？ちょっと面白さ求めよう。誰誰誰誰なの。一人ゲームとか。一人ゲーム。あ、2000人。2000人ありがとうございます。ケーキの奪い合いに。ピンピです。決めてるってこと。いや、じゃあどうやって決めるよ。どうやって決めようか。じゃあさ、うん、あれじゃない、まあ、あと10分ぐらい。あ、10分しかないじゃん。何やばいやばいやばい。おー、やばいよ。え、ほんとにわかんないね。じゃあやっぱりあれだね、緊張してきたわ。カルタにする。カルタにする。あ、ちょっとなんか書いてる。カルタ書いてる。貯めてやりたいよね、ちゃんとカルタとしてやりたいわ。貯めたい理由、食べたい理由。了解です。じゃあどんだけみんながケーキ食べたいかって、うん、端っこから行こうじゃん。なんで食べなきゃいけないか。なんで食べなきゃいけないか。え、ちょっと待って、やろうぜ。誰が行く。リピク、あ、僕も行く。いいよいいよいいよ、うん、いいよ。じゃあこう行こう、こう行こう。僕はケーキを食べなきゃいけないんですよ。なんで。なんでって言わないとわかんないの。なんでケーキを食べなきゃいけないかっていうのは、胃袋がケーキ求めてるからなんだよ。だってさ、皆さん分かるよね。例えばね、今日は焼肉かしゃぶしゃぶかってなって、焼肉ってなったらもうさ、胃袋から何、胸から心から口の中まで焼肉になるじゃない。で、そっからさ、しゃぶしゃぶに変えようって言われてもさ、いやもう焼肉の口なんですけどって言うでしょ。みんな今日も言ってる人いると思います。でもそれなの今。日本語がケーキを食べるってなったから、もうね、胃から小腸から大腸からもう食道から口までもうケーキの水花になったの。水花いって。だから食べなきゃいけないの。もう長すぎる減点。はい、はい、じゃあ食べません。じゃあリズかな。はい、リズ。水花はないって言われたんで、私はなんでケーキを食べなきゃいけないかっていうとね、あの理由があるんですね。そうなんです。それは、うん、ケーキが私のこと好きなんです。ああ、可愛いよねこの子。でそれで本当に頑張ったし、もう結構ね本当に頑張ったし、私は今までケーキあんまりね食べれなかったの。だけど最近ケーキを好きになって、そしたらさ美味しいじゃん。だからケーキの声、え、ケーキの声ですか。聞いてみよう。なんて言ってる今。リズがいい。リズに食べてほしい。何。リズに食べてほしいの。何私はリズじゃなきゃ嫌だ。声高いな、ちょっと高い、今日高いバージョン、声高いバージョン。チョコケーキの方ね、チョコケーキ。あー、叫んでる、叫んでるね。あ、これリズだわ。これリズだって言ってるわ。俺はリズに食べてもらいたい。まだ続いてる。長い？カップルかな。じゃあいいの、長い。食べたいって言ってしまうあげよ。もう2つ食べてもらおう、リズに。食べてもらおう。いや、それはそういうわけにはいかない。だってみんな終わってないもん、まだ。じゃあモアちゃん、モアちゃんいいよ。私は家でチョコケーキを食べました。でも終わりじゃん、もう終わりじゃん。でもダメ、もうダメ。ショートケーキ、生クリームの方は入ってないの、食べてないんで、今味がチョコケーキしかないんで、ショートケーキを食べたいんですよ、うん、なので、うん、ショートケーキをください。お願いします。超面白い今の。じゃあ次、あやめは。私はまず一つの理由として、
パパがかわいそう、食べないと。パパは普段ケーキもパンも作ってるから食べなきゃいけない、うん、そして私の肌荒れが治るケーキを食べると。これガチな話で、私あの結構肌荒れする顔なんですけど、いつもケーキを食べたらもうすぐ治る。だから今私はこれは食べないと、もう今後の肌荒れがひどくなって、薬みたいな、そうそうなの、雪みたいな、今後のライブとかでも私のこの肌荒れを見なきゃいけなくなっちゃう。だから私が食べなきゃいけないと思います。はい、終わり。はい、じゃあ次ソラ。私は真面目だな、切実にケーキが食べたいです。お願いします、お願いします。やめろ、卑怯だぞ。もうやばい、やめろ、やめろ、立ち上がるんだ、立ち上がれ、立ち上がれ、あかねそら、あかねそら、立ち上がるんだ。あーめ、お願いします。あーめじゃない、あーめじゃない、立ち上がれ。ほらみんなずるいって言ってるわ。そらちゃん、どうぞ。じゃあそらとリズかな、決まりかな。ちょっと待って、ちょっと待って、なんでちょっと待って、いやもうそらとリズのせいは、ちょっと待って、うわ、私の意見も聞かせて、聞かせて、聞かせて、私の意見も言わせて。どうぞどうぞ。ケーキというものはやっぱまあスポンジがあって、うん、やっぱね、まあ、生クリームとかのなイチゴとかさ、そのチョコレートのねやつとかいろいろあるじゃないですか。やっぱそういうのって多分みんなミッピーが好きなんだと思う。同じやん、ミッピー。そうだよ、リジュと一緒だよ。かぶってどっから変えてくの、リジュと。真似すんなよ。ミッピーが好きなの、みんなね、ミッピーが好きなのだから。ミッピーに食べてもらわなきゃみんな喜ばないの。今ってかぶってますけど。しかも私今日、あの今日じゃない、今年受験生なんで、うん、ケーキ食べないと勉強がはかどらなくて今頑張ってるんですよ。勉強頑張ってるんですよ。だからやっぱそういうね、やっぱ瞬間も大事だと思う。瞬間でも、もうコメントでね、パクったからダメって聞いたから。ほら今さ全員話したからさ、ほら、あの見て、だって名前コメントで絶対密閉推しの方が密閉アウトって言ってる。入ってー、密閉しかの人がダメって絶対やだ。聞いてみます、意見を。皆さん誰に食べさせたい。確かにちょっと意味が分かんない。それで決めるの。ケーキになりたい。え、どうやって決めようね。だってみんな演説はしたよ。あと4分あるよ。どう、結構長いな。ピレピレ、どうする。もうね、僕はいいよ、食べないよ。なんだよ。嘘なんだよ。食べます。投票だって、投票、投票する、投票するの、投票いいですか。投票やる。あんま乗り気じゃん。参考に、じゃあ、あ、これは参考に、参考に。え、最終的に何に決めてもらう。え、それはやっぱお手紙を送ってきた張本人。張本人マジで、張本人に決めてもらう。それもう忘れしかなくない。ごめんなさい。お願いします。お願いします。はい。持ってるよ。オッケー。では投票いくよ。はい。誰が誰に食べさせたいか。1位2位の人でしょ。2個あるってこと。あ、それとも1人で2個。あ、そっかそっかそっか。1位2位。あ、1人で2個。ワンツーフィニッシュでじゃあ。あ、はい。いきますね。よーい。はい。誰だ。黙っちゃうんでしょ。ワイが食う、食うって。うん、食べたい。だでもみんなおいで、ね、時間的にもう7時なのね。そうだからいいです、私もいいです、ダイエットしてるんで。もういいです。何滑ってるの。なんでよ。何4番いいと思うよ。みんな私のために。だってほらみんな私のために、ね、みんな肌荒れしてるの嫌でしょ。余計余計大事ない、それしないんだよ。余計じゃない。あ、終わりです。終わり、投票結果。あ、ちょっとずれてる。あ、でもみんな僅差じゃん。あれ、3番じゃない、もうランクがいいやん。3番と5番誰ですか。5番。あ、3番。なんだよ。ここから決めるのはかっこよさんなんで。あ、そうなんだ。だって私なんか見て 8% だよ、4番。大丈夫、その次ってくるから。え、僕より低いじゃん。拍手してくれたらパチパチっつって。じゃあ4。待って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 、あと2分で募集だって。なんて読むの、なんて読むの。で、だからどういうこと。募集します。いや、それはやばい。人数それはやばい。え、みんなで分け合おうよ、そしたら。そうだよ、40分になったら面白いから。日本で食べれないじゃん。フォーク持ちましょうか。はい、何を求めてるの。ピンクピンク持つだけ。食べそうだよ。食べたい。じゃあ食べな。 8% 笑ったとかふざけんなよ。どうぞ。 8% でも食べていいのこれ。私 11.2% 結果はどういうこと。遊んでよったこれで。それありがとう、みんな。ありがとうございます。え、これあれじゃない、こっちやとさ、なんていうの、あ、出てくる出てくる。ピッピッピッ。なんでさって。
見てなかった。水葉ちゃんダメでしょ。ダメでしょ。水葉ちゃんどうしたミピ。水葉ちゃんダメでしょ。どうしたミピ。何やってんの。ちょ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 。ほらちゃん背中を向けて。ねえテレビなんだからお尻付けが良くないと思うよ。エビ中さんのだったよ。みんな私たちは食べてませんからね。ねだもん、初パーだもん。私10代だよ。2代3番。ほら、そらちゃんの顔が見たいってコメントがいっぱい来てる。じゃあ食べるときは真ん中に食べよう。じゃあ、顔が見たいってコメントあゆみちゃんに我慢してもらってもいいかな。そらちゃんの顔が見たいってコメントがすごいいっぱい来てる。ねえねえ。そらちゃん。ほら。あ、チョコ誰も食べてないじゃん。いやの、取れないの。あーね、いちごの。いいよな。私これ食べたら肌荒れしないから。余計でしょ、絶対。いいよな。いいよな。うん、いいよ、本当に。え、何それ。チョコで。別に僕らいいもんな。え？なんか誰か来たみたい。はじめまして。はじめまして。誰だよ、こいつ。誰？みんな逃げるよ。誰ですか？アトレソラさん。なんこちらいらっしゃい。こちらへいらっしゃい。トラちゃんこちらへ。こちらへ。じゃあこっちで守ってたら大丈夫だよ。皆さん。はい、何ですか。ここにケーキを持ってきなさい。何でですか。どうして。なんでケーキを。大胆に。大胆に。大胆に。ケーキを持ってきなさい。大胆に。私は。神様なんだぞ。あ、ケーキ持ってきました。はい。フルタはちょっと何を求めてるんですか。はい、もう満足ですよね、さよなら。バイバイ。バイバイ。マジ喋れない。ありがとう。ケーキを持ってください。持ってきたじゃん。持ってきたじゃん。持ってきたじゃん。じゃあエンディング行きましょう。もう俺40分過ぎたよ。もうね、もう食べれないよ。あ、1分過ぎてんじゃん。何この回。面白いんだけど。じゃあみんな座ろう。神様が言ってんだ、どう座れって。え、こんな、ね、え、こんなショールームでいいの。え、チョコレートケーキってチーズ入ってますか。入ってないよ。入ってないよ。入ってるか多分。ではじゃあエンディングいこっか。はい、桜井ミンの愉快に進んだショールーム第65回、あっという間にエンディングです。早い。早いね。なんか変なの来た。じゃあ告知、はい、誰か言って。嘘でしょ。落ちちゃった。言ってあげるよ。誰か言って。はい、はい、8月20日月曜日、スタプラ東京ボリューム2が渋谷デュオミュージックエクステンジで行われます。はい、演者はロッカジャポニカ、ハチミツロケット、桜井ビーズ、グランポップの4組となっております。そしてスタプラ公式オープニングチームがマジスティックセブンです。皆さんチケット一般発売中なので、ぜひ申し込んで遊びに来てください。遊びに来てください。18時半からスタートします。お願いします。はい、次8月26日日曜日、アットジャムエキスポ2018が横浜アリーナにて行われます。桜井ビーズはですね、11時10分から25分までがピーチステージ、そして14時20分から14時35分までがブルーベリーステージとなっております。一般チケットも発売中ですので、皆さんぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。以上。あ、はい、はい、私からお知らせあります。はい、大丈夫ですか。ケーキ食べてちょっとあの喉詰まらせないで。8月12日の日曜日夜19時から個人ショールームします。待って待って、私次の日やろうと思ったの。いいじゃんいいじゃん。やったら食べます。はい、初めてだ。皆さん見てください。ショールームやるのでぜひ見に来てください。何やるかは決まってません。何やるってこと。何やるか。じゃあ皆さんぜひね、はい、見てください。お願いします。はい、じゃあランキングトップ5を確認しましょう。え、今日本当にこんな感じで終わっていきなの、ね、第5位めっちゃ楽しかったんだけど。心配になってきた。第5位、水葉、あ、どっちだ、気持ち魔女さん、ありがとうございます。ありがとうございます。第4位、コンさん、ありがとうございます。第3位、ナミさん、ありがとうございます。第2位、君になって私に恋したいさん、ありがとうございます。第1位、小次郎あとふたておしさん、ありがとうございます。はい、というわけでね、桜井ビーズの愉快でふなショールーム、まあ、第65回終わりです。はい、この番組はこの後行われる反省会のね様子も
オンエアされるので。多そうじゃない、なんか今日反省多そう、ね、そう、まあ、ぜひ怖いな、あのレアかもしれないのでチェックしておいてください。はい、はい、反省会でね、ね、伝えたいことあったらどんどんコメントしてください。どんどんください、もうちゃんと読むので。はい、お疲れ様です、はい、って来てます。あ、2700人ありがとうございます、ありがとうございます。はい、そして大切なお知らせです。次回の放送は8月22日です、はい、19時からです。ぜひ見てください、よろしくお願いします。はい、はい、まだ時間あるの、反省会はどこで配信、このまま見てといてくだされば、このままこのアカウントであれします、放送しますので、はい、こちらのままお待ちください。はい、2分後ぐらいに配信始まると思います。ケーキの味は、ケーキの味どうですか。めっちゃ美味しい。おお、これで、あ、みんな二手が気になってるらしいです。どの子が二手、あの二手っていうのは、どの子が二手、サトエビのツイッターから見てくれれば分かるんですけど、そう、あのリハーサル着の T シャツで遊んで、そう、あのみんなあのふざけて改名したのがミサトが二手ってなってます。そう、だってピッピのインスタなので二手はイコールミサトだけど、別に定着はしてないのでミサトで大丈夫です。二手サムになっちゃうからね。そう、ミサトで大丈夫です。はい、じゃあね、それでは桜井ビーズの愉快でふなショールーム終わりです。反省会見てね。以上、桜井ビーズでした。バイバーイ、ありがとうございました。